日本語能力試験懲戒 N2 問題 1, 1, <番>1アパートで女の人と管理人が話しています「女の人は壊れたパソコンをどうしますか?すみません」。 管理人さん、壊れたパソコンは、粗大ごみの申し込みをして、アパートの指定の場所に出せば、収集してくれるんでしたっけ薄いノートパソコンなんですけど。パソコンはメーカーに回収してもらうか、パソコンを買ったお店に持っていくかしないと、粗大ごみとして出せないんでね。そうなんですか。十何年も前のものなので、どこで買ったか。でしたら、メーカーに連絡すれば、 専用の伝票を送ってくれますからそれを梱包したパソコンに貼って郵送すればいいんですよ意外と簡単な手続きなんですね大きい自治体だと市役所とか公共施設に回収箱が設置されていてそこに入れればパソコンも回収してくれるんですけどこの地域はないんですよねそうですか女の人は 壊れたパソコンをどうしますか女の人はこのあと何をしなければなりませんか ちょっといいかな北山食品からのプラスチック容器の注文のことなんだけどこの請求書を作成したのってああ部長作ったのは私です何か間違いがありましたかいやこれ中村君に頼まれて作成したんだよね営業担当は中村君だからはい注文の数がこれまでよりずいぶん減ってるからその理由が知りたいんだけど 中村君外出中みたいで何か聞いてないい,いえ何もそっか悪いけど私今から会議だから中村君戻ったらこの件について私のところに説明に来るよう伝えといてもらえるかな5時には会議終わって戻るから特に報告受けてなかったものだから気になっちゃってねわかりました 女の人はこの後何をしなければなりませんか三番日本語のクラスで先生が留学生に話しています留学生は 主に商店街の何についてインタビューのプランを立てますか来週の授業では桜商店街に行ってグループごとに2件ずつ古くから続く商店を回ってお店の人にインタビューをします。えー、桜商店街は最近では魚のコロッケなどの人気商品で知られ新しいことに次々とチャレンジしていますが 県内で最も長く続く商店街なんです。そこで、商店街全体がこれまでどのように困難を乗り越え、変化、発展してきたのか話を伺います。今日はこのテーマに基づいて、グループごとにインタビューのプランを立てましょう。今から各グループに店のリストを配ります。 留学生は主に商店街の何についてインタビューのプランを立てますか4番大学の事務所で学生と事務所の人が話しています。 学生はこの後まず何をしますかすみません先週インフルエンザで経済学の学期末試験を休んでしまったんですが病気の場合はもう一度試験が受けられると聞きまして経済学は西山先生ですねまずは先生に試験が受けられるか確認して受けられるということならこちらの申請書を書いて 医師の診断書と一緒に出してください。申請今日までだから急いで西山先生に確認してくださいね。あ、先生には許可をいただきました。あのー、診断書が必要って知らなくて病院でもらってこなかったんですけど。病気の場合は診断書がないと。今日は病院が休みで。明日書いてもらって必ず持ってきますので。うん、仕方ないですね。じゃ 今日は申請書だけで。試験の詳細は来週掲示板に出ますから自分で確認するようにしてくださいね。はい、ありがとうございます。学生はこの後、まず何をしますか 5番男の人と女の人が話しています。女の人はパーティーの日に何をしますか山下さん、来月、松田くんの結婚パーティーをレストランでやることになったんだけど、手伝ってくれないもちろん。何でも言って。ありがとう。じゃあ、受付お願いできないかな。会費制でやるから、会費の受け取りをしてほしいんだけど。わかった。ねえ。 もう一つ、会場の音楽担当か、ビデオ撮影の担当も頼めない音楽係は、事前に松田君と相談して曲選んで、当日かけてほしいんだ。ダンスの曲とか。撮影係は、動画の編集までやってもらいたいんだけど。私、動画作るの得意。本当じゃあ、決まりだね。だけど、受付お願いするとなると、時間ギリギリに来場する人がいたら、 撮影開始が遅れちゃうか。カメラを最初だけ他の人に任せるとしても、なんか慌ただしいしな。やっぱり、山下さんには受付やめて、会場の飾り付けのグループに入ってもらおうかな。当日2時間前に来られるうん、大丈夫。じゃあ、係を2つお願いすることになるけど、よろしくね。 女の人はパーティーの日に何をしますか？一番大学で女の学生と男の学生が卒業論文について話しています。男の学生は。 女の学生にどんな方法を進めましたか 卒業論文もう始めなきゃ間に合わないのになかなか取りかかる気になれなくて僕は先月から始めたけどやっぱり始めるまでに時間かかったよとりあえず資料を集めるとか簡単なことからやってみればそうするうちにだんだん集中してくと思うよそっかまずはやるべきことがイメージできるよう長期的な計画を立ててみようかなと思ってたけど私の場合 それで満足して終わっちゃいそうだからその方がいいかも去年卒業した先輩からはいい論文が書けたっていう成功をイメージするといいよってアドバイス受けたけど完成まであまりに遠いからイメージしづらくてね確かにねなんか相談したらやる気出てきた少し進んだら報告するからまた相談に乗ってね 男の学生は女の学生にどんな方法を勧めましたか？二番。女の人と男の人が就職試験の結果について話しています。男の人は。 どうして合格した会社に入らないと言っていますか先週就職試験の最終面接だったでしょ結果どうだった採用通知もらったよでも辞退することにしたんだせっかく合格したのにうん。自分の専門が活かせそうな会社だったんだけど入社後三年以内に少なくとも五年は東京じゃなくて 地方の視点に転勤してもらうことになるだろうって面接で言われて。家庭の事情もあって、東京勤務以外は考えられないんだ。そっか。オフィスを見学した時、活気があって雰囲気も自分に合いそうだったから、すごく悩んだんだけど。提示された給料も自分の予想を超えてたしね。結局、悩んだ末辞退することにしたんだ。 専門が活かせる仕事は他にもあると思うから頑張って他探してみるよ男の人はどうして合格した会社に入らないと言っていますか 三番。会社で男の人と女の人が防災について話しています。女の人は自分の家では今後何をする必要があると言っていますか。この間家族で防災センターに見学に行ったんですけど。もしもの時、うちは何も準備ができてないなって思って。災害への備え。 何かかしてますかうちは本棚とか冷蔵庫とか家具が倒れないように固定したりそれから家族で近くの避難所まで安全な行き方を確認しながら行ってみたり防災意識高いですねまあそうですね非常時にどうやって連絡取り合うかも家族で話して決めてありますし携帯電話がつながりにくくなることがあるって聞いてうちなんて食料と飲料を常備してるぐらいですよ それも大事ですようちもやってはいるんですけど家族で3日分ぐらいしかなくて1週間分は置いとかなきゃって思ってるとこですそうですかうちももう少し家族で意識高めないとな女の人は自分のうちでは今後何をする必要があると言っていますか 4番女の学生と男の学生が話しています女の学生は交渉について授業でどんなことを習ったと言っていますか今日経済学の授業で交渉について習ったんだ交渉って自分の希望通りに行くように相手と話をするあの交渉 買い物で値引きしてもらう時なんかのそう特に値引き交渉なんかはどうやったらこっちの思い通りになるかって相手を任そうとするでしょでもねちゃんとお互いの利益になるよう歩み寄って交渉を通してより高い価値を生み出すっていうのが賢い交渉なんだってへえ<ー>お互いが得をするようなやり方が望ましいってこともちろん 互いに譲れない交渉となると厳しいやり取りが求められると思うけどね女の学生は交渉について授業でどんなことを習ったと言っていますか 5番セミナーで専門家が話しています専門家はサービスについてどのようにしてていいく必要があると言っていますかこれまで製造業においてはものを作り出す技術あるいは生産性を高めるためのさまざまな研究が進められてきました一方サービスについてはどうでしょう 未だ経験や勘に頼るところが大きく、例えばサービスの質と価格の関係をデータから分析したり、効果を測定し評価するなど、科学的なアプローチによる研究が十分に行われてきたとは言えません。サービス業は国内で労働者の6割が従事し、大きな利益を生んでいる重要な産業なのですから、その必要性を強く感じるわけです。 専門家はサービスについてどのようにしていく必要があると言っていますか一番テレビでレポーターが男の人にインタビューをしています私は今アニメのイベント会場に来ていますこちらのイベントを毎年開催している山本さんにお話を伺います このイベントでは新作アニメの紹介やアニメグッズの販売ゲームコンサートなどを行っています年に一度のこの機会にぜひ新たなお気に入りのアニメを見つけたりファン同士の交流を深めたりして皆さんに楽しんでもらいたいと思います日本のアニメは海外でも人気でアニメファンはもちろんですが友達にこのイベントに連れてこられて 興味を持つよううになったといい外国の方も多いんですそうですかアニメを通して日本のことをもっと知って好きになってもらいたいのでこのイベントがそういうきっかけになるようにと思ってます男の人は何について話していますか1 このイベントを開催する目的。2>, 2。このイベントで一番人気のコーナー。3。このイベントを外国で行う計画。4。このイベントを始めたきっかけ。 2>, 2番ラジオで女の人が話していますある高齢者介護施設ではわざと施設内に階段や段差を設置しているそうですえっと思われるかもしれませんがあえて不便にすることで体力や体の機能の低下を防ごうとするものなんですパソコンの普及で漢字が書けなくなったなんてよく聞きますが 昔は何でも手書きで手間はかかるけどおかげで漢字を忘れずに済んだわけですよねそういえば先日うちの掃除機が壊れて家中ほうきで吐いたんですけど日頃の運動不足が解消された気がこれも同じことかな女の人が言いたいことは何ですか 1介護には苦労が多い2不便さにも利点がある3生活はもっと便利になる4お年寄りの知恵は素晴らしい 3番？テレビで動物園の職員が話しています。動物園というと、一般的には遠足やデートなどで訪れるレクリエーションの場というイメージをお持ちかもしれませんが、動物の生態や自然環境について学ぶ機会を提供する場でもあるんです。また、近年自然環境の悪化などにより、野生動物の生活範囲が狭くなってきていて。 住む場所を失ったり数が著しく減少してしまったりしている動物たちがいます動物園にはそうした動物を保護し守るという一面もあるんです職員は何について話していますか動物園の抱える問題点 動物園の設備の改善。3。動物園が減っている現状。4。動物園が果たす役割。4番。会社で。 上司と女の人が残業時間を制限することについて話しています。中野さん今社内で残業を週10時間以内に制限するっていう話が出てるんだけど、中野さんはチームリーダーとしてどう思う？そうですね。確かに会社全体で無駄な残業をなくすのは必要なことですが、何でも時間で区切ってしまうというのは？うちは商品開発部という性質上。 アイディアを膨らませたり企画を練ったり退社時間を気にせず集中したいっていう時がありますから現場としてはそうなんだね女の人が言いたいことは何ですか 1, ?1 会社が残業時間に制限をかけるべきだ二。2> 2 残業が多いのは、能率が悪いからだ。3。残業しても、結局疲れて集中できない。4。仕事内容によっては、残業が必要とされる。 5番セミナーで林業の専門家が話しています日本は昔から木の文化と言われていますが近年では木造住宅の建築に外国の木材が多く使われています価格が安く種類も豊富な輸入木材に国産が押されているわけですしかし雨が多い日本で育った木は 梅雨の時期や高温で湿度の高い夏でも腐らず、冬の乾燥でも変形しないなど日本の気候に非常によく合っていて長く使うことができるんです。100年前の木造の家だって手入れすればまだ住めるほどです。もう一度見直してもらいたいですね。専門家は何について話していますか？ 1, 1日本人が木を好む理由 2, 2木造の家の減少3国産の木材の強み4日本の森林の変化 一番、さっき先輩に何言われたか知らないけど、気にすることないよ。一、それは教えられない。二、心配してくれてありがとう。三、言われたこと気にしてないの 2番このラーメン結構辛いね。見た目に反して。1, 1> そうは見えないのにね。2, 2ほんと辛そうだもんね。3見た目からしてすごいよね。 3番。社長がお呼びですので、給をお越しいただけますか ?1。じゃあ、すぐ社長を呼んできます。2。え、なんだろう。すぐ行きます。3。すぐに電話するようにします。 4番。あ、お久しぶりです。こんなところでお会いするとは。1。ほんと、偶然ですね。2>, 2。会いに来てくれたんですね。3。それなら、他のところにしましょう。 5番、道渋滞してますね。新幹線の時間間に合えばいいですけど。1、間に合ったんだからいいですよ。2、新幹線行っちゃったんですか ?3、ギリギリかもしれませんね。 6番ねえ、田中くんが大学辞めるなんて、ほんと嘘みたいだよね。1、1> 私も驚いた。2>, 2、よかった、辞めないんだね。3、田中くんが嘘ついたの 7番ゼミの松田くん、留学に備えて毎日語学学校通ってるんだってよ。1、1> 留学の後もずっとすごいね。2>, 2、ちゃんと留学の準備してて偉いね。3、留学中毎日勉強してるんだね。 8番。プレゼンの内容これでいいか、この後課長にも見てもらわないとね。1。じゃあ、私が課長に確認しておきます。2。2> どうして課長に見てもらえないんですか 3>, ?3。よかった。課長もこれでいいんですね。 9番昨日転職した元同僚に会ったんだけどなんか生き生きしてたよ 1, 1ああまた会社に戻ってくるってこと 2, 2なんで迷ってたの3充実してるってことじゃない 10番最近社長が何でも新しいことをやりたがるから困るよねえだから社長困ってるの次次から次へじゃ大変だよね 3> 3もっとチャレンジしてほしいのにね。 11番味もボリュームもステーキはこの店に限るね。1, 1> それじゃあ他の店にしようか ?2, 2ああ、ステーキは限定メニューなんだね。3やっぱりここのステーキじゃないとね。 一番男の留学生と女の学生が話していますねえ松本さん松本さんってるよね、うん、来週家族が日本に来るんだけど何か日本らしい体験ができるところない両親の希望は記念のものが手元に残って日中は観光したいから夕方4時以降がいいって。 8歳の弟も一緒だから子供が飽きないのがいいんだけどそれなら陶芸教室は茶碗とかお皿とか作るの陶器は焼くのに2、3週間かかるけど後で国に送ってくれるよそれから布を染める教室もおすすめスカーフを染めるんだけど日本の伝統的な色を使うから日本らしいお土産になるしその日に持ち帰れるよ 弟は工作が得意だから茶碗とか作るの好きそうだけど布はどうかな前に国でそういうのやった時退屈してた記憶がそっかどっちも4時半開始だけど陶器を作る教室は郊外の桜町だから行くまでに時間かかるんだよね桜町に4時半か間に合わないだろうなそれと観光センターに行けば 日本料理と、それから佐道の教室も体験できるよ。弟、日本料理大好きだよ。だけど、料理は今、昼間しかやってないんだ。お寿司とか作れて楽しいし、箸に名前を入れてプレゼントしてくれるから、すごく人気なんだけど。佐道の方は、夜7時まで1時間ごとに好きな時間で予約できるよ。お土産に和菓子もらえるけど、食べたら残らないね。 4つの教室のどれかにするなら私が予約するよありがとう昼は無理だし手元に何か残るっていう希望は聞いてあげなきゃ弟が好みそうな方だと時間が心配だけどまあその日だけ少し早く観光切り上げてもらおう男の留学生はどの体験を選びましたか 陶器を作る。2, 2布を染める。3日本料理を作る。4茶道をする。 2番食品会社で部下2人と課長が話しています課長リーさんすみませんちょっといいでしょうか今日3時から1時間ほど課長とリンさんと私とで北海道食品店の打ち合わせをすることになっていますがええ、中山さんどうかしましたあの明日予定していた青木商事への納品が 急遽先方の都合で今日になってしまいまして、それで午後一番で青木商事に行かなければならないので、ちょっと3時までに戻るのは厳しいかと、遅くとも3時半には戻れると思うんですが。そう。じゃあ打ち合わせ4時からにしましょうか。あ、すみません。4時半からちょっと別件がありまして、15分前には出ないといけないんです。打ち合わせ 明日以降では遅いでしょうかそれが私が明日から急な出張で一週間ほど留守にするんですよそれじゃ今日中にしないと一週間近く企画が止まってしまいますね中山さん納品の時間って早められないんですか日程が一日繰り上がったのでこれ以上早めると準備が間に合いませんそれに先方から納品が遅くならないように言われてますので後ろにずらすことも じゃあ元の三時にして中山さんは社に戻り次第加わるってことでどうはい中山さんがいない間私の方から現時点での作業状況とか中山さんの担当の分もまとめて課長に報告しておきます助かりますじゃあそういうことでよろしく3人での打ち合わせの日時はどうなりましたか 1、予定通りの日時で行われる。2、今日時間を変えて行われる。3、明日の同じ時間に延期される。4、一週間後の同じ時間に延期される。 3番ラジオを聞いた後男の学生と女の留学生が話しています毎年各地で開催されるちょっと変わったマラソン大会を4つご紹介しますお米の産地北町の大会では給水ポイントで水だけでなく美味しいおにぎりが味わえるそうです。 こちらは食べながら走るのではなく、玉ねぎ、人参など、それぞれの畑を回って材料を収穫しながらゴールを目指すというものです。材料は持ち帰れるそうですよ。南町ではカメラを持って海岸沿いの美しいコースを撮影しながら走ります。後で撮った写真のコンテストもあるそうです。最後は西町です。山道を走り、ゴールは山頂のお寺。 500もの階段を上り切ったところにありますこれは苦しそうですねいずれの大会もただいま出場者募集中とのことですねえリンダさん国に帰る前にどれか出てみたらいい思い出になると思うようん、楽しそうリンダさんはカメラが趣味だから海岸沿いを走るのがいいんじゃない走る方はわからないけどコンテスト優勝できるかもよ カメラ持って走るなんて落としたらやだ私足腰に自信あるから階段を駆け上がるのにするおすごいねじゃあ僕は野菜を収穫するやつに出てみよう大会の後でごちそうするよ腕に自信があるんだじゃあその時は私お米炊いて待ってるね

これで、懲戒試験を終わります。